ラジオの英文の学校を教えていただかせて、全体のメリットどういうことなの、具体的に。これは非常に簡単ですよね。彼はとかいろんな分野で習っておる字っていうのが今実はキャラクター、もう先行けないと思って頑張ったら6組いってます。6組あったんですよ。6組やつだよ。結果は、まあ、EU というのができたんだけど、あれユーロという単一の通貨ができたんだけれども、しかし